おはようございます。実はとても急いでます。はい、いつものセザンヌの下地ですね、それをつけてます。はい、乾燥がひどいからね、あの化粧水とか乳液とか、たっぷりつけてます。はい、で、いつもシミ消し、シミ消ししてきます。資生堂のスポーツカバーファウンデーション H100 です。はい、11月になりましたよ、なりましたね。これ撮ってる日は息子がもう、新婚旅行行っちゃってて、はい、私お店一人でなんかね、一人でやってたのにいきなり一人になるとちょっと寂しいというか大変、全然忙しくないんだけどまあ最近はね、ずっともう息子がメインでやってるし、ヘアカラーとかね、私できないじゃないですか。できないんですよ、アレルギーで。仕事上、ヘアカラー業務ができないということで、もちろん自分も染められないんですね、これね。こちらのヘアマニキュアでギリ隠せてるかなみたいな。なので、そういったこともあって、お店の方もネットで告知というか、息子いませんっていう、もう1週間ぐらいかなこと、1週間ぐらいというか、こう何日か何日までいませんっていうふうにしてるので、はい、まあそういうのを見てくださってる方はヘアカラーとかね、できないんだなって、分かってくれてる、と思うんですけど、ご迷惑をおかけしております。はい、すいません本当にね、私がね、なんかそういう風にならなければ、アレルギーとかそういう体質じゃなければ普通にやってるんですけど、最近眉毛、これなんですか、インテグレート、またこういうのに戻しました。結構パウダーだったらがっつりついちゃうんですよね、眉毛ってなっちゃうから。それもちょっと考えてて、このスティックタイプだとこう平べったくなってるんですよね、こうね。そしたらそんなに眉毛ってならないなっていう感じ、ちょっとナチュラルな感じになるからいいかなと思って、またこういった色を使い始めました。で、前髪ちょっと切ったから、眉毛の色黒め黒じゃないけど、グレーっぽいような、そんなに明るくない色をにしてます。はい、ということでですね、いません息子、はい、お店行っても、大変って、あれですよ、今まで最近だったら朝もう全部息子が、今までやってた私の仕事全部息子がやってくれたのでね、そういうことですよ、そういうことをしなきゃならないっていう、ことですね。どんだけサボってんのって感じ私がね、はい、今朝は一応6時に頑張って起きて、お弁当を作って、はい。で、なんか、朝早いから、ある程度の時間までまたダラダラして、もうしないとぶっ倒れると思って、朝弱いから、割と血圧低めなんですよね。で、寝不足もあるし、全然なんか寝る時間、寝つけなくて、なんだろうな、暑いのかな。なんかね、体調なのかわかんないけど、寝つきが悪くて、眉毛もよくわかんないよ。で、それで、そしたら寝たと思ったらもう朝、早いな。朝ですよ、朝。これでいいのかな？なんか変かな？眉毛難しいんだよね、こういう時って。時間ない時に限って眉毛とか気になる。で、残り物を食べて、で、自分のお弁当も余り物を詰めてで、早く出かけなきゃと思ってるんだけど、今動画も撮りつつ、どうせ出かけるからね、出かけるっていうか仕事行く前にお化粧するから、
うん、動画は別に喋らないで黙々とやったらもっと早いんだけど、やれよって感じ早く行けよって感じですよね。で、電話転送にはしてないですね。転送しちゃったら新婚旅行中の息子の電話に行っちゃうから、そういう設定に今しちゃってるから、うん、それはしないようにして、お店に行ったらまあそんなに、ね、時期的にいろいろあるんだけど、こう忙しい月とかそんなんでもない月とかあって、先月すごい忙しかって ありがたいことにね。でまた お正月来るじゃないですか、早いな。でお正月前にまた忙しくなるのかななんて、いつもの例年の恒例そういう流れあるじゃないですか。そういうのを考えたらそんな感じかなって、ちょっと一回11月落ち着くかなんて。イベントがねないからね、文化祭とかっていうのを実は市町村やってるけど、尾瀬市長はないらしくて、11月3日文化の日、もう私忘れてた、休み、世の中休みですよね。私は忘れてました。はい、お店は別に開けてるし、まあ一人だし、そんなにさっきも言ったけど、やっぱりヘアカラーが今多いんですけど、そういうことができないから、やっぱりカットとヘアカラーっていう率が多いので、カットのみっていう方よりはやっぱり、ね、カットカラーっていう感じなので、私はちょっとマイペースにやっていけ行ってます。はい、息子がメインでやっている、最近やってるから、そのお客さんがいると補助みたいな、その雑務がね、絶対こう洗い物したりとか、助手ですね、助手、うん、助手に回るというか、はい、朝鼻炎がひどくてごめんなさい、うん、はい、そうです、そうです、私は助手です、はい、助手じゃないですけど、そのお互いですね、お互いに 手が空いてる人が何かしらやるみたいな、そんなスタンスでやるようになってきてるので、はい、もうね、代替わりですよね。だって息子も30ですよ、30。いや、30なったっていうか、もう31になる、なった人もいるのかな、うん、早生まれだし、はい、結婚したし、はい。ねえ、羨ましいな。なんか、道外に、はいですが、道外に行けてるの羨ましいな。なんてね。私はね、なかなかね、なんか行けないなって思ってるけどね。でもなんか、道内のなんかイベントっていうかね、そういうのは、行けるときに、行ってますね。もちろんまだまだ安心とかできないけどね、そこが問題なんですよ。自分では守ってるつもりでもね。で、私こうやって鼻炎持ちだから、鼻水が喉に流れて、またこの前咽頭炎とかやっちゃったんですよね。咽頭炎なんて私そんなに、割と喉痛くなる人なんですよ。なんかこう右側とか左側とか、だから、あ、これまたやったなーっていう時は多々あったけど、熱まで出すことってそんななかったんだけど、ね、今年も2回もそんなことになったから、いや、マスクしてるから余計逆になんかね、弱くなったのかもしれないってちょっと思うかな。うん、逆に。前までは、喉っていうか、うん、喉痛くなっても、ああ、いつものだとか、あともしかしたら蓄膿かなみたいな、その、副鼻腔炎とかね、うん、軽く、レントゲンとか取ってもらったりしたらなってたりするんだけど、そんなにひどくないねって、夏になった時かな、それも言われたけど、なんかあったらもう耳鼻科とか行くようにはしてるけど、熱が出ちゃうと、今、検査しなきゃなんないのかな。だから、それも、連れてってもらってね、うん、うん、もう、ハッシーさんに連れてってもらって、ドライブスルーでやってくれるところがあるから、あとは、もうなんか今なら自分の、なんか検査キット買って、それで抗体検査みたいなのとかもいいんだよね。
はい、それで大丈夫だったらとか、大丈夫なのか、うん、なんかもうそんな感じなのかな、うん、だけど熱が出たらもうどうしようもないから、一回はそういう自分ででもいいし、あの病院とか行って検査受けないと動けないなと思ったから、やっぱりね、誰か彼かに感染、うんね、そういう風にしてもちょっとビビるからと思って、もう何だろうね、何が言いたいのって感じ。本当もう嫌だ、この朝の鼻水とか、その季節の変わり目の今完全に目とかもまた油断したら腫れるし、なんかね、めちゃかめちゃかなんですよ私。だけどなんとか生きてます。はい、ここにちょっと光沢を。歯医者さんも行かなきゃならないの。そう、治療した歯が、治療した歯がね、またなんかポロって取れたみたい、その、何、詰め物っていうの。えぇって、この間抜いたよねみたいな。それは別の歯。それも大騒ぎして入院 しちゃったりして、抜いたけど、それはそれで、なんかもう経過が良好で、あとはね、その歯医者さん行ってくださいって言われてて、だけど、なんかタイミングが取れなくてなかなかと思ってたら、その治療した歯が運がいいのか悪いのか、あのポロって詰め物みたいのが取れてたのに気づいたっていう、それで、ね、行くことになっちゃう。はい、あと今口紅、このセザンヌのティントのマットタイプですね、これマット、はい、M1 です。マット、M1。はい。セザンヌ、ん？読めないわ。ウォーターリーティントリップマット M1。はい。ローズ。はい。こんな色ですね。これつけまーす。乾いちゃう。マットだからね、乾くけど、ある程度乾かして、その上からちょっとまた、グロスっぽいの塗っちゃってもいいかなみたいな。これで鼻水映ってる。ごめんなさい。お食事中の方ごめんなさい。ほんとやだわ。勝手に流れてきちゃう。で、これでちょっと色つけて、で重ね塗りでちょっとまたこう、これもセザンヌの02番。これは普通に、ウォータリーティント。を中央部分にちょこっとつけて、はい、まあ、こんな感じで、とリップの色が薄い時はこうオーバーリップ気味に描いてもいいかなと思うけど、濃い色だったらなんか唇だけバーンって出たような、なんかあんまり好きじゃない、なんか古臭い感じ、なんていうの、昭和こんなようになっちゃうから、あんまりそういうオーバーリップには描かないようにしてます、あの色の濃い口紅は。はい、そんなこんなでできました。今日これね、いつだったかな、函館のどっかお店でマトリョーシュか何、オキあのロキアじゃない、ロシアの、人形のピアスしてるんですよね。はい、あ、これ相変わらず使ってるんですけど、金棒じゃないや、あ、金棒違う金棒じゃないや、あ、コーセメイクキープミスト、うん、もうこれも買わなきゃならないけど、ね、なんか買いそびれてるっていうか、なんていうか、前髪は今お店行ってからオイルとかつけようと思ってて、で帽子シーンの今日なんかね一本縛りにしてるんだけど、こんなに長くなったけどうまくかぶれるかな、もうこれもとりあえずかぶってクリボッチャになっちゃった、クリボーになっちゃったなこれもとりあえずかぶって、髪が長いっていうか、一本縛りの時ってベレー帽どうやってかぶるんだろう、これ、あれなんかかぶれないかぶれないいや、はい、こんなこんなんで、こんな日常です。また11月も、まあショートの方が多くなっちゃうかもしれないけど、動画上げていきたいと思うので、よかったら見てください。いろんな商品の紹介もしていこうと思ってます。はい、はい、ということで、何かの参考にならないかもしれないけど、なりましたらチャンネル登録と、楽しかったら、評価コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、
それではまた、あと残り少ない54歳1ヶ月。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。